ね、焼き鳥達人の会にいた渡部健さんの動き方をね、見てたんですね。焼き鳥達人の会、毎回来てたけど、多目的トイレ不倫の後だったんで、来るのかねとかって僕たちの仲間で話に出てたら、その瞬間に来て、やっぱり来たみたいな話になって、どういう動きをしてるのかなと思ったら、やっぱりね、料理業界のシェフの人たちとかとばっかり喋ってましたね。短期間で押し上がるために、もう話す時間は、焼き鳥達人の会に来たら僕とかそういう人たちとは話しても何の得にもならないんで、シェフの人たちとのネットワーキングにめちゃくちゃ時間を使ってたりとかして、時間の使い方っていうのが効率的というか、本当にピンポイントに自分の得になるような動きしかしないっていうところに割り切ってやってるっていうのが、僕は本当すごいなと思いました。だからやっぱり多目的トイレ、ある意味ね、ホテル代なんかもったいないよねみたいな感じで、そこを使ってしまう、このありきり力、合理的に割り切って動いてるんだな、僕もまだまだだなって思いました。